我々はですね、京都府教育 DX 推進課というふうな、チーム名になってまして、今回我々、京都府の公務員の立場に立ってですね、今回プランを考えてきました。それではよろしくお願いします。今回ですね、我々、一応民間の人間なんですけど、京都の教育 DX を考えて、最高の布陣が整ったという、自負を持って、今回プランを持ってこさせていただいてます。はい。司会の方もお話しくださいましたが、ちょっとラフな感じで行かせていただければ嬉しいです。はい。最初にですね、我々、テーマが教育でして、データからですね、京都府の、教育の課題って何だろうってことをいろいろ探ってたんですが、ICT の教育、ICT 教育における課題が、いくつかあったので、それをまず最初に皆様にお話しさせてもらえればなというふうに思います。こちらですね、ICT 教育の設備環境についてなんですが、京都府、全国的に見てですね、平均よりも、ほとんどの項目において上位に位置づいております。一方でですね、教員の ICT 活用の指導力というのはですね、すべてにおいて、全国平均を下回っているということが、データを見ているとですね、判明しました。で、こちらのデータ、断面が各年度ごとのものになりますので、かなり断面的な、点のデータになりました。なので、我々、こちらのデータをですね、時系列データに、変換をしまして、数年、過去5年分ですね、のデータを、見てみました。するとですね、非常に面白いことが分かりまして、ICT 活用の指導力に関する研修を実際にですね、受講した割合っていうのは、年々増加していまして、61% まで増えているんですが、京都府のですね、授業に ICT を実際に活用して指導したりとか、実際児童に ICT 活用を指導する能力っていうのはですね、全国的に見て年々順位が下がっているというですね、ソフト面では非常に課題があるということが、なんと分かってきました。で、こちらのデータだけだと、どうしてもこの実情が分からないので、実際に、今、京都府で教員をやられている方に、ヒアリングを、2名にはなるんですけど、実際に実施させてもらいました。その結果ですね、実際に6割以上の方が実施しているにもかかわらず、ICT 活用指導力の研修等を受けたか、また記憶がないと。もう何十年と教員をやられてて、校長までやられてる方が、そんなのあったっけっていうようなですね、お話をされていたりとかですね。実際コロナになって、チーム等の会議とか、そういうことは、授業で実際に実施するみたいなことは、始まってて、非常に便利ではあるって話はあったんですが、やっぱり業務全般はなかなかデジタル化されてないよねっていう声を改めて聞くことができました。つまりですね、データと定性調査から見えた課題としては、学校自体の整備は等はいろいろ進んではいるものの、どうしても教員のですね、指導力ってところはなかなか追いついてない。で、これはですね、教員側の、単純な個別の能力というかは、研修に、課題があるんじゃないかってことが、データいくつか見ていく中で、僕らと仮説として見ていただくことができました。同時にですね、僕ら今回データクレイジングして、時系列データを時系列の、グラフを作成したんですけど、その中ですね、圧倒的に ICT 活用指導力を伸ばしている県を発見することができました。それが奈良県だったんですね。で、僕ら今回調べたんですけど、奈良県は、3ヶ月で200回以上の研修をするですね、先生応援プログラムというプログラムを組んで、1年間で非常にこの ICT の指導力を、先生の指導力を、ね、高めたということが分かりました。で、ポイントはですね、すべてオンラインで実証し、教員の勤務スタイルに合わせて、1時間、夕方1時間で実際にリアル配信をしながら、オンデマンド配信をするという、そういうハイブリッドな方法を実施されていることが分かりました。で、そこの中でですね、これからの教員研修のあり方を見直す、すごい素晴らしい実践だったというふうなことが、そちらの記事の方でも紹介されていました。で、さらにですね、ICT 教育を導入した結果、僕らどういった効果が実際あるのかってことわからなかったので、いろいろ調べてたんですが、実際に、採点時間が3分の1に短縮される。つまり業務時間の削減に成功していたりとか、実際に学生自身のですね、学力が向上した、そういったデータもたくさんありました。これらのデータから見つけたインサイトとしてはですね、教員側の ICT 活用能力だったりとか、指導能力っていうのを伸ばすためには、研修、教員が伸びていく、その指導ができる、そういう研修の DX 化をしっかり進めていく必要があるというふうに、我々は考えました。で、そこの背景も少し話すんですけど、今、教育現場の負のループって、いろんなこう指導だったりとか、業務改善ができなくて、レガシーな体制に固執してしまい、無駄な仕事が増える、非常に負のループに入っています。そこをですね、学生自身に指導もできるし、業務改善も先生自身が自分たちでやっていけるというところから、よりモダンなですね、体制に学校時代が変わっていって、無駄な仕事がどんどん減っていくと。その結果ですね、一つ目が IT リテラシーの向上によって、京都府の教員のですね、IT 指導の質をしっかりと底上げしていき、二つ目に DX 推進によって、教員自身がですね、自分たちの力で業務効率を改善し、
稼働後でどん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 削減していく。まあ、そうすることで、子供の対応に集中できるような教育環境っていうのが整っていくんじゃないかなというふうに考えています。で、これらをもっと具体的なソリューションとして我々考えてきたんですが、データを踏まえてですね、考えてきたんですが、二つ、今回、具体的なソリューションを持ってきました。一つ目が、京都リカレント学習4ティーチャーというものと、二つ目が、寺子屋発達というものです。で、一つ目の、京都リカレント学習4ティーチャーなんですけど、まあ、何か学習っていうとどうしても学生側に寄っちゃいがちだと思うんですけど、僕ら今回こういったデータの背景をもとにですね、先生側にフォーカスしました。で、奈良の実際の実例をもとに、先生自身がですね、いつでも学べる環境っていうのを、ま、整えていくべきというので、この京都リカレント学習をティーチャーっていうのを提案します。二つ目がですね、寺子屋ハッカソンというもので、まあ、実際に今アクティブラーニング等も言いますが、実際に、大学で学ぶだけじゃなくて、実際にこう学生自身もそうですけど、先生自身もですね、参加していろんなことを学ぼう。しかもそれを、どこでじゃあ実際にやっていくんだっていう課題があると思うんですけど、僕がいろいろ調べたんですけど、学校の近くには必ずお寺があるんじゃないかというのがですね、位置情報を見ているといろいろありまして、まあ、そのお寺と組んでですね、そこでハッカソンを行うことで、学生だけじゃなくて先生も一緒にやっていくことができるんじゃないかなというふうに思いました。なんで、これら具体のアイディアを実行していくと、いつでも学べて、いつでも実践できる。そんな学びの環境が整っていくんじゃないかなというふうに思っています。で、この具体的なロードマップとしては、まず最初に、京都、の、リカレント学習、4ティーチャーをやりながら、ハッカソンを実施していくことで、一定の、認知を獲得したときにハッカソンを実施していくと、先生も生徒もクリエイターにどんどんなっていく。で、具体的なアクションとしては、奈良とかにヒアリングも行ったりとか、教育委員会にどんどん提言をしていくってことも可能なんじゃないかというふうに思っています。で、ハッカソン本当にできるのかって話なんですけど、実際ステークホルダーに聞いてみました。その結果ですね、実現する際の協力を約束します。本当に言っていただきました。なんで、実際にやることが可能です。で、最後に京都府の基本計画を見てるとですね、夢を実現する教育だったりとか、実際に子供がですね、実際この地域で学びをいろいろやりながら育つことができますかという項目に関して、まあ、これ我々のプラン非常に準拠しているというふうに思います。なので、京都府教育 DX 推進課としてですね、今回のこのアクションプラン、具体的に提案させていただければなというふうに思います。我々全員ですね、今回チームメンバー、エンジニアリングのバックグラウンドがありまして、この京都教育の、京都の教育 DX を最高の布陣だというふうに見ていただきます。はい。で、この京都、教員ですね、IT リテラシー 3.0 構想の先にはですね、子供の笑顔があって、そして調整の環境と風土を作っていくことにつながるというふうに思い、今回のプランを提案させていただきます。以上になります。ありがとうございました。